こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、我が家で生まれたアザンティックミズオオトカゲのジン君をですね、久しぶりに撮影していきたいと思います。まあ、ジン君はですね、僕が繁殖させたサルバトールモニターの中で唯一目が真っ黒な子でして、生まれたすぐの時からね、動画撮影して紹介していたと思うんですけど、やっぱり目が真っ黒っていう突然変異の個体っていうこともあって、かなりね変わってます。赤ちゃんの時もねお見せしていろいろと見てもらったかなと思うんですけど、やっぱりね、あの成長してきてもかなり変で、でもまあそれがすごく可愛いなというふうに思うので、今日は今現在のジン君の様子と、あとはねご飯も用意してるので、それをねあげていきたいと思います。はい、ということでね、こちらが我が家で誕生した変わったオオトカゲちゃんですね、ジン君なんですけども、目が真っ黒な個体ですね。結構ね大きくなりました。結構大きく育ってきたんですけど、どうかな、顔の様子見てわかりますかね。ああ、ちょっとこっちに出てこようとしてるけど、目が真っ黒なので顔の感じがやっぱ全然違いますよね。うん、普通のオオトカゲの写真の顔ちょっと載せときますけど、全然違うでしょ。真っ暗な目の状態になっただけで印象がねだいぶ変わります。結構上を見てペロペロとしてますけど、まあ、他の子にねちょっとご飯あげてたので匂いを嗅いでますね。ジン君のご飯も用意してあるからね。結構大きくなりましたね。これで今全長どんぐらいでしょうね、1メーターないぐらいかなと思います。でこの子ね、まあ、なんか神経障害みたいなのがあるっていう風に伝えてたと思うんですけど、その状態はね、あの変わらずありますね。やっぱ動きが少し変この後ご飯あげる時により分かりやすくなるかなと思うんだけど、やっぱ動きがね変なんですよね。フラフラしたような動きで、ただねこの目がねすごく悪いのかなというふうに思うんですが、目が悪い子って結構臆病だったりねして逃げ回ったり、やっぱ怖いから、見えない分怖いからっていうので逃げ回ったりっていうのが性格上あるんですけど、この子に関しては本当にねめちゃめちゃいい子、とんでもなくおとなしい子で、そう、他のオオトカゲよりもおとなしかったりしますね。すごいゆっくり動いてちょっとライトがね暖色な感じなので、すごく温かみのある映像になってるんですが、やっぱ白黒のねあの体色っていうのはすごく綺麗に表現されてますね。キョロキョロと可愛いでしょ可愛いんだよね、ほんとジン君ね。やっぱ目が少し悪いせいか、すごくねじーっと顔をね見てくるんですよ。僕たちがねケージの前にいたりするとじっと見てきて、それも本当に可愛いんですけど、まあここまでね成長してくれたので、こっから急にねこう体調悪くなって亡くなってしまうってことはないと思います。やっぱりベビーの時はねかなり慎重にこの子ね扱っていたんですけど、今はもう本当に丈夫にね大きく育ってくれてていい感じですね。めっちゃ可愛いでしょ。目は悪いんですが、しっかりとうんちも全部水桶の中でしてくれるいい子ですね。じゃあご飯ね用意できてるのであげてみたいと思います。今日用意したご飯はねひよこですね。まあ結構ひよこあげる頻度最近多いんですが、今日もきっと食べてくれると思います。食欲はめちゃめちゃ旺盛。あれ、ジン君こっちどこ見てんのよいしょー、いた、来ました。ちょっと食べ方見ててください。結構下手くそですよ、やっぱ足場がない安定しないと嫌なんでしょうね。すごい食べる場所を探してるよね。面白いよね。おお、はい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 、いいじゃないめっちゃ面白いよね。かわいいよね、ほんと。かわいくて、この仕草が、ほんと、ずーっと赤ちゃんみたいな感じ。何かがこう、できない、足りない子って、かわいいですよね。
頑張れ。もうひよこ余裕ですね。今回ね、3話用意してるんですが、3話が余裕で食べちゃいますね。週に2回ぐらいあげてます。ひよこか鶏肉系をよくあげてますね。ジンくんの名前の由来はね、この背中のところに G っていう文字があるので、この G からまあジンくんっていう名前にしてあるんですね。あらあら、いたどうですかこの顔こっちの顔本当に可愛いね。ちょっとね、なんかね、両側で雰囲気ちょっと違ったりするんですよね、こっちの顔と、ちょっと動かしてもらって、あら、ジンクここにある。あ、ちょっとこっちは逆光で見えづらいね、こっちの顔は。あー、どこやばい、頭突っ込んじゃっていいね、上手だね。2個目上手でしたね。さあ、ラスト3話目。ジンくん頑張れ。あー、また足場を。頑張れ、そんな大丈夫だよ。そのまま食べれる。よし。おもろいなぁ、ほんと。まあ、やっぱりちょっとね、神経的におかしいのかなっていう風なところはあるので、まあ、繁殖とかをするにはね、ちょっと向かないかなと思うんですけど、こうしてね、ペットで可愛がる分には本当に可愛い子だなという風に思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はですね、久しぶりに我が家で誕生したサルバトルモリタンジンくんをですね、見ていただきました。まあ、ベビーの時からね、結構大きくなってきて、通常のサルバトルモリタンの顔とはちょっと違ったようにね、やはりこう育ってきている特徴がね、分かりやすくなってきているんじゃないかなというふうに思います。またね、今後もこの子のね、成長記録動画でね、出していきたいなというふうに思いますので、ぜひジンくんのこともよろしくお願いします。大きくなった姿を想像するとたまらなく可愛いのがイメージできますね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。